帰国するのはデムチェンコ・ジュリアさんとキリルさんの親子です。2人は去年4月、ウクライナから親戚と一緒に日田市に避難しました。今回の帰国は母親のジュリアさんの申し出によるもので、来月15日に出国し、ポーランドに滞在後、ウクライナの自宅に戻る予定です。息子のキリルさんは日田市内の小学校に通ったり、少年サッカーチームに入ったりして交流を深めました。帰国にあたりジュリアさんは、皆さんに助けてもらいありがとうございました。またキリルさんは、友達ができて本当に嬉しかったと感謝のコメントを発表しています。